したのどこやったっけ。この先か。いやもう、あ、過ぎた、過ぎた。もうちょっとじゃあ上まで行ってみる。落ちんといてよ、ガードレールも何もないし。ここでなんか届くかな、確か届いた。今分岐の右行くか。そうやな、分岐を右に行ってみよう。配送あるかもよ。うわ、なんかそっちに滝ある。どこ。水の量多いから、ね、多い、今日は水多い。やっぱり昨日結構降ったもんね。もう意外と行き止まりだったりして。いやでもこの水の量はまだあるやろ、ね、上。うん、川はあると思うけど、いや道が行き止まりだったりして。何の道。いやまだあるよ。うわ、めちゃめちゃ川いいで。いや、うわ、川いいわ。小渓流や。なんかあの方に広場もあるし、神社とかあったりして、配送とかあったりしてな。よっしゃ。あれ、うわ、深い縁あるで、ほら、あそこに。いい縁あるわ。降りやすいしな、ここら辺。あれ、なんかあるぜ、ほら、建物。建物出てきた。ほんまや。何これ。山小屋？何？何すか、ここ。ここで行き止まりじゃん、こっち。多分道こっちやね。うん、そうやけど。何これ。これなんだもん。山小屋やな、何かの。え、待って、神社あるそこに。なんかあるって。ちゃうかな、神社じゃないな。あれ、何これ。めっちゃ大きいで。水道タンクみたいなこと。こっちから降り鉄に行けるとか。え、川見えた、うん、水量あるな結構、うん、ジャバジャバ言われる。どっかから降りるんじゃん。何の道これ、うん、なんかあれ、うわ、うん、え、急車や。え、めっちゃかっこいいんじゃんこれ。何これ、スバル、なんていう車これ。スバルやから、違う違う、セドリックは日産やろ。何これ。 DL1400 GL じゃなくて DL、 めちゃめちゃかっこいいやんこれ。中でもないな。中ない。どんなフロントしてんねやろこれ。顔グリルも全部ないんだ。もう外してるってことかなこれ、うん、そうそう。この昔の車のここかっこよくない、この下の、うん、パン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 、かっこいい。色もいいよなこれ。めちゃくちゃかっこいい。でかいな、ほんでサイズ、うん、なんかこのボンネットのここもかっこいいしな。色がいい。色な、色がかっこいい。なんかモスグリーンな、うん、この昔のこのモスグリーンいいよな。めちゃくちゃかっこいい。このタイヤのちっちゃいから小ささがいいよな。ああ、これな。んでよ、なんか僕こんなにはもう廃車の雰囲気好きやねん。めっちゃかっこいいわ。見つけたな。見つけた。うーわ、かっこいい。DL、え、GL? D。D。A、B、C、D。ちょっと後でネットで調べるわ。書いてるのここ。どこ？なんて書いてるの？レオナ？レオ。レオナ。レオンちゃう？あ、レオンかもしれない。うん、でもここに、ほら、獅子のマークある。すごいな、うん、でもここで行き止まりってこと、うん、じゃあ別に集落がここにあったわけでもないな、うん、もうちょっと先でじゃあ降り手釣りするか。なんかここもっと降りれるんかなと思った、広くなってて。めっちゃ釣れそう。うわー、めっちゃいいとこあるね。 あれ、なんか道が、どういうこと、どういうことやな。え、危なそう。でも誰か来てるな。来てる。何かのために来てるんや。でもうそろそろ車とか欲しいな。欲しい。もうそろそろ限界かな。そうやと思う。
もう限界見えてきたな、道の。坂道が不安になってる。そうやって。スタッフしたら終わり。あ、ガードレールとかあるね。降りれるとこから降りよっか。じゃああそこまでやっていい？おったおった、お会いできた。おった。いました、そこに。追っかけてきた。うん、スピナーの方がいい。うん、 2.1 のスピナーの方が絶対あ、おかけてた。おる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 。あ、ちょっと浅かったか。そこにおった。難しいな。さすがにおらんわな、ここに。どこまでやっていい？オッケー、おっしゃ、スタッツ、卵。やっぱりおったな。この上にもおるってことが証明されたな。あの園庭より上流もおる。お、来た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 。ん？これ違う。これはカワムツです。うん。カワムツが釣れました。よっしゃー、釣れた。やっぱりおったな。うん、なんか釣った瞬間めっちゃ大きいと思ったな。でもまあ上げてみたらそれほどでもないけど。まあまあこんなもんやな。で水温もちょっと冷たすぎるわ。めちゃくちゃ冷たい。これ多分10度とかないやろ。え？分からんけど、こんなに冷たかったらあかんのじゃん。さすがに活性低いんじゃない？ラストやな。すごいとこあるやん。
まさかの。ここ魚止めやな。魚止めや、魚止めや。魚止めまで来たぞ。こんなんあるとはな。両サイドから投げようよ。どっちサイドがいい？やりやすい？じゃあ僕こっちな。じゃあトールちゃんを待って二人同時に投げますか。もうそっからぐらいでいいんじゃん。せーの。え？釣った。よし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 。1投目で釣れた。よし。小さいけどアマゴが釣れました。よし、まあ今日はこんなもんかという感じでね。今日は全然知らない川をね、こんな感じで釣り登ってきたら、最後こんな魚止めの縁でありました。これよりね上はまた今度ね行ってみたいと思います。今日はちょっと時間ないからな。まあそんな感じで帰りたいと思います。以上です。